なんかちょっと不慣れであれだったんですけど、皆さんとお話できる機会あんまりないので楽しかったです。あ、お休みって言ってほしいです。でもちょっと10時半からドラマやるんで、まだ寝てほしくはないんですけど。おやすみ。朝ドラを見て娘の夢が銀行員になるでした。そうよね、お母ちゃん朝さん銀行ね作ってやってたしね。すごい、ドラマとかの作品が将来の夢につながってるって、なんかすごい嬉しいです。あ、アーカイブはね多分残さないと思います。すいません、もう今一緒に過ごしたこの皆様との思い出ということで。頭の回転がとっても早いですね。本当ですか、よかった。なんか割とコメントを、ね、読みながらいっぱいこう上に行っちゃうから見えなくなっちゃうから難しいと思いながら。締めの一言ください。そうですね、皆さんとクリスマスにお話できてすごく楽しかったです。最後指ハート、イエイ。まあ、普段はこうお芝居というか作品を見ていただいているので、こうやって触れ合える機会ってなかなかないんですけど、皆さんのおかげで、皆さんが応援してくださるおかげでインスタのフォロワーが100万人いったっていうのがすごく嬉しくて、なんかこう恩返しというか、いつも応援してくださってるお礼ができたらなと思って、インスタライブをさせていただきました。すごく楽しかったです。皆さんもちょっとでも楽しんでいただけてたら嬉しいです。もう終わりですか。多分あと2分くらいかな。これってなんかカウントダウンとかされるんでしたっけ。勝手にプツンって切れるんでしたっけ。名もなく切れる、怖いね。あと1分だ。あ、じゃあちょっとあと1分読めるだけ読みます。楽しかったです、ありがとうございます。ポセイドンの T シャツと、いやポセイドンじゃない、プテラノドン。勝手に T シャツ変えといて。ちょっとどころかめっちゃ楽しかった。あ、よかった、ありがとうございます。またいつかやってくれると嬉しいです。またいつか機会があればぜひやりたいと思います。まあ、インスタライブじゃなくても、なんか質問こうやって打てるやつとかもたまにできたらなって思ってます。あ、ゆっくり休んでください、ありがとうございます。皆さんもこれからパッとお風呂入って10時半からテレビの前で上塚翡翠最終話見てくださると嬉しいです。私もあれなんですよ、お風呂今から入ってリアタイするので、一緒にリアタイしましょう。引退してくれてありがとう。こちらこそありがとうございました。あ、そっか、もう終わるんですけれども、今日は本当にありがとうございました。良いお年をお迎えください。本当に今年一年ありがとうございました。はい、皆さんも体調に気をつけて頑張ってください。んじゃのコメント読みすぎてちょっとごめんが、これ終わり方ってどうなんやろ、ちょっと分かれへんけど、本当にありがとうございました。最後ドタバタですいません。じゃあまた機会があればぜひ。メリークリスマス、あと良いお年を。バイバーイ、ありがとうございました。良いお年を。